皆さんこんにちは、鉄道でございます。横綱物語ね、続きやっていきましょう。では春場所の本場所ですね。ガリュウさんね、引退しちゃったんで西の西大関が空位になっちゃいましたけど、まあこんな感じですね。メンバーはもう四条さんこれぐらいのレベルだったらそこそこやれるとは思うんですけどね。まあもう一回ぐらいね怒ってくれてもいいけど、まあ錦さんは竹野内さんとね当たるんですね。はい、四条さん、荒羽黒さんが俊一のお相手ですね。毎月落としでしたね。錦さんは中日は関脇の竹の富士さんと。まあ上半身がちょっとついてきたからね、呼び返せるようにはなりましたね。先場所はとったりでしたっけ、竹野内さんにね、坂とったりやったかな。さあ何を狙ってる。おお、寄り切りました。柳のママさんは初日は初慶さん。おお、出ました、久々の桁振り。坂井町さんは巨漢ラオウさんが初日の相手ですね。集中力ね、1個だけ上がってくれたのがどう効いてくるか。ああ、ラオウさんを一方的にやっつけましたね。六角さん、初日は山吹さんと。まだでもね、上半身下半身70の後半ですからね、3つずつ落ちたとはいえね、仕上がった時が80、80でしたから、それ考え、おお危ない、それ考え、うにやつ、それ考えると大したもんですけどね。ああ、寄り切りました。六角さん初日出ました。富野恋さん初日は大食い魂さん。さあ一気に追い込めるか。あ、追い込んだ。おお、ここで引き技ですね、はたき込み。薬師さん初日は桁振り大好き大憲法さん、ね、結構桁振りねやられてるイメージありますからね。まあ言うてもね、柳のババさん限定ですけどね。さあ追い込んだ、そのまま、おお粘る、突き出し、横綱相撲でした。ということで、全員勝ったんかな、ね、四条さんも勝ちましたんで。伊達の母さんがね、初日黒星っていうのがちょっとびっくりしましたね。では2日目参りましょう。誰かまた大関上がると思うんですけどね。
錦さん2日目にだってのアナさんか。はい、四条さん2日目は浅瀬山さんとですね。西木さんが三役シリーズ続いてますね。2日目は伊達の花さんとですね。おー、下手出し投げか、勢いよと言ってやられちゃいましたね。はい、バンバさんは朝日誉さん、ここからまたねパスします。坂山さんは山吹さん、六角さんがラオさんで、富野浩二さんが大憲法さんで、神様薬師さんは大国魂さんですね。うん、錦さん以外は全員勝ちましたね。四条さんも2連勝、いい感じですね。まあそんな全勝制とは言わないんでね、8勝7敗くらいでちょっと残ってくれたら、まあ逆に下がってもいいけどね。さあ、上位陣2連勝で錦さんが1勝1敗というところですね。では3日目参ります。あ、飛ばしちゃった、1個。そういやね、四条さん前も上がってきた時にね、5連勝してからそっから全敗したんですよね。ほぼ全敗、全部ではなかったと思うけどね、終盤で1個ぐらい勝って6勝で終わったんかな。はい、四条さん、回転さんとですね、2連勝同士ですね。錦さんは今日は関脇のケアさんですね。さあ、ケアさんには結構ね、やり込められてますよね。まあ、同タイプでパラの方が上っていうのがね、まあ、響いてるんでしょうけど。ああ、取ったり。残った。残った。さあ、いいぞ、決めてくれるかな。残るよ。ああ、そのままなんと錦さん寄り切りました。柳のバンマーさんは八尾島さん、境宮さんは小国魂さん、六角さんが大憲法さん、富野浩二さんはラオウさんで、薬師さんが山吹さんですね。おー、いいですね、全員勝ってますね。伊達の花さんが、あー、外掛けでやられてる、ちょっと元気ないですよね。四条さんは黒星でした。ということで、まあ3連勝がだんだん少なくなってきてる。回は、あ、浜之内さんだけか。はい、では4日目参ります。あ、坂山さんと錦木さんもう当たるんだ。真ん中がいないせいかね、結構ね、錦木さん上位と、あー、飛ばしちゃったと絡んできますよね。四条さんは3連敗中の栗の花さんですね。柳のママさんは飛天馬さん、お相手は2勝1敗。境町さん3連勝中、錦さん2勝1敗の同門対決。さあ、こうなってくるとね、もう分かんない、錦さんもやっちゃうかもしれない。残った。残った。あんましこの1番記憶ないよね、2人の。残った。さあ、追い込んだのは境町さん。錦木さんはここからでもまだ引き出しを持ってますからね。残った。打ち無双系、あー、でもそのままね押し出されちゃいましたね。
はい、坂井さん勝ちました。六角さんは1勝2敗の八尾島さん、こちらもパスですね。富野浩二さんは3連敗中の浅井穂森さんで、薬師さんが1勝2敗の翔慶さん、この1勝は伊達のアナさんね。うん、上位5人。あーというか錦さん残念ながらね敗れましたけど。で、四条さんを勝ってる。4日目終了しました、我が部屋の上位5人は4連勝ね。で、あと塩野美さんと、前吉博さん4連勝か、上がるチャンスですね。で、錦さんが2勝2敗、その他4連勝、あ、浜口さん負けたんでね4連勝。あ、八郎方さんいた、失礼しました。で、重量は四条さん頑張ってますね、3勝1敗。回転さんどうしたん急にね、え4連勝ですよ。では5日目参りましょう。あ、春光さんですね、四条さん。あー、ダメだ、もう鶴光さんの顔が思い浮かんでしょうがない。はい、四条さんは4連敗中の春光さん。柳のママさんは荒磯さんですね。お相手は現在2勝2敗。坂山さんは八尾島さん。お相手は1勝3敗。錦さん、今日は4連勝中の横綱六角さんとの同門対決となります。おお、2丁投げ決めた。六角さんここで敗れる。富野浩二さんは1勝3敗の翔慶さんで、薬師さんが4連敗中の朝日誉さん。あ、坂山さん八尾島さんにやられた。あ、そう、首投げか。八尾島さんまた急にね、強い場所ありますよね、極端にね。あ、そうか、またここでねえ、意外な黒星とつけてるんですね。四条さんは突き出しということで、坂井町さんと六角さんが敗れて、5連勝が、ね、2人減った形ですね。錦さんが3勝2敗。では6日目いきます。おお、錦さんこの勢いで横綱との戦いになっていきますね。まあ昨日あればね、六角さんで勝ちましたからね。四条さん、では三山さんですね。お相手は2勝3敗。柳のママさんはハグンセイさん、お相手は現在1勝4敗。坂井町さんが5連敗中の朝日誉さん。六角さん、翔慶さんですね。お相手は現在1勝4敗で、富野浩二さんと錦さんの同門対決。富野浩二さんが5連勝中、錦さんが3勝2敗。のぼちゃん、いや、あ、ここは一方的に富野浩二さんより倒し。薬師さん、2勝3敗の八尾島さん、こちらパスします。まあ錦さんね、また残念でしたけど、今日は全員ね上位5人勝ちましたね。で、四条さん、あー勝ってるね。そろそろやっぱりね、下半身50くるとやっぱり変わってきますね。はい、6日目終了しました。薬師さん、富野浩二さん、柳のママさんが6連勝、六角さん、坂井町さん5勝1敗。まあまだまだね、諦めるところじゃないですね。で、他6連勝は塩野美さんとね、前牛若さん、まあ、大崎山さんも5勝1敗で頑張ってますね。錦さんが3勝3敗。他目立って、あ、八郎方さんがね5勝1敗なんですよね。
で、重量は、師匠さんがね、今回頑張ってます。5勝1敗ということで、重量は現在6連勝は、八ヶ谷さんがね、いらっしゃいますね。では、忙しくなります。7日目行きたいと思います。さあ、坂山さんは、あ、竹野内さんとですね。で、薬師さんとバンバさん。六角さんが、伊達の花さん。あ、錦さんはカイト当たりますね。あ、また行くとかしちゃった。四条さん、鹿島富士さんですね。お相手は現在3勝3敗。錦さんは6連敗中の桂花さんね。でお次が、坂井町さんは関脇竹野内さんと、今場所は5勝1敗同士で7日目での一番となります。残った。さあ追い込んだ。そのまま残った。押し出しがいいですね。あ、突き出しました。六角さんは関脇伊達の花さん、もうね2敗しちゃってますね。現在4勝2敗。残った。残った。六角さんがちょっと最近ねじわじわと厳しくなってきてますね。おお、日曜日はこらえた。危ない。ああ、絞り込みか。これは完全に現在伊達の花さんのペース。さあ六角さんも一個戻したい。戻した。さあここからね、逆にアドバンテージで押していきたいけど、また伊達の花さんのより下手出し投げはこらえて、一丁投げだよね今のは。おお、すごい。六角さん全部こらえた。さあここから怒涛の次が。残った。残った。さあ戦法変えたかな。残った。おりゃ。残った。おりゃ。残った。全部こらえて頑張ってる六角さん。残った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 。わあ、なかなか大一番になりましたね。ロックさんが待ってるけど、伊達の花さんもね、アドバンテージを割られるとね、すぐさすがに返してきますね。さあ今回は2ついった。でもまた1つ返す。残った。残った。3歩進んで2歩下がるだったらね、2つずつで決まるんですけどね。2歩行って1個だったら1個だからね。危ない。送り出し。2丁投げ全部こらえて、さあ差し替えたら初期。残った。あ、巻き返された。残った。さあサイド追い込んでこのまま、あー粘るね。残った。わー2つ戻されてきた。切り返しか今のは。残った。ああ、そうそう、差し替わったね。うまいこと絞り込みしおるんですよね。残った。ああ、首投げも組んできた。残っ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 た。わあ、すごい。残った。残った。
残った。味わられた。これは六角さん、うん、持続力の問題か。これや残った残った。おお、また頑張る。おお、盛り返した。残った残った。手の花さんも切れ体力切れてきたかな。うわ、手出し危ない。残った。すごいすごい、全部こらえてる。残った残った。そう、ついててほしいんだけどね。残った残った残った。さあ、じわっといった。もういい、もうあと2つ頑張れ。追い込んでるんだし。よし、追い込んだ。もう一丁残った。ここで厳しい刺し方いける。おりゃ、うわっ、うわー、上手出し投げか。土俵際でやられた。はい、富野小路さんはケアさん、現在お相手は5勝1敗。残った残った。富野小路さん、あれ先場所ケアさんにやられたんでしたっけ。残った残った。残った。真ん中からね、動きませんね。さあ、均衡を破ったのは富野小路さん。さあ、カット二人はこらえた。おお、逆にアドバンテージ。富野小路さんの二丁投げ決まりました。はい、薬師さんと柳のママさん6連勝同士で7日目に当たりましたね。さあ、先場所は惜しいところね、優勝を逃した。いや、バンバさん、おお、ここは薬師さんを一気に追い込みましたよ。わあわあ、や、神様のこんな負け方見たことない。いいへへへ、バンバさん勝ちました。で、錦さんは取ったり使ってるんでね、四条さんは鹿島藤さんには負けたか。ということで、全勝は富野小路さんとバンバさん、その他は真由志赤さんが7連勝ということですね。では前半戦ラスト8日目いきたいと思います。だいぶ時間取りましたね。7日目で坂井さんが今日伊達の花さん、ここで負けるとまた横綱厳しくなりますね。もうすでにね、いっぱいしちゃってますからね。バンバさんとね、富野浩二さんの久々の一番ですね。あ、ぼっこりさん4連勝や。はい、5勝2敗同士の一番になりました。四条さんと若北斗さん、錦さんは、5勝2敗の神田川さん。5勝2敗多いね。ね、坂井松さんも、伊達のアンさんですね。伊達のアンさんもね、5勝2敗ですからね。残った残った。残った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 。わー、伊達のアンさん今場所は積極的やな。ただね、坂山さんと一緒でね、結構下位の人にね、スコッと負けてたりとかしてるんですよね、意外と。坂山さんね、ここで勝っとかないと本当にね、上がる場所なくなくなる。あ、ダメしたことないか、まだ若いから。神様が引退した後とかになるのかもしれんけどね、この辺で勝っとかないと。あー、切り返し、坂山さん2敗目。六角さんと竹野内さん、こちら5勝2敗同士ですね。六角さんもね、あのいつものように30歳なんで勝ち越せばいいんで。残った。残った残った。
ただね、うん、押し相撲の人はね、もう本当に30歳になると厳しいですよね。技がなくなるから引き出しが少ないっていうか、そういうところですよね。まあ仕事でもね、そういうとこ言われますけどね。おー、六角さん追い込んだ。さあこのままね、厳しいけど、おー、突き出しました。さあ勝ち越しへまた一歩リードで、こちらは7連勝同士の同門対決、富野浩二さんと柳のママさん。ボンバさんが今場所も結構ね好調ですよね。あんだけね、あの方爪が甘かったのにね。あー、でもここは富野浩二さんが追い込んだ。さあ、バンバさん、ただね、あれがあるんですよね、送り出しが。あー、ここは、うん、突き出されました。さすが横綱富野浩二さんが8連勝。あ、そうだよね、薬師さんはケイハさんですね。ケイハさんも5勝2敗ですね。残った。さあ、ここは、おお、二丁投げ危ない、こらえた。残った。さあ、かとったりは向こうのケイハさんの方でしたね。残った。下手投げ、神様の勝ち。あー、坂村さん痛いな、負けたのは。で、眉尾坂さんが呼び戻して勝ってる。で、錦さん出た、イゾリ。四条さんは若北斗さんにはたき込みで敗れましたね。さあ、前半戦ね、長くなってしまいましたけど、8連勝は富野浩二さんと眉尾坂さんの2人で、7勝1敗で薬師さんと柳のままさん、他の7勝1敗は塩野美さん、大崎山さんね。で、六角さんと境町さんが6勝2敗、錦さん5勝3敗で、十両は、八ヶ谷さんがね、8連勝トップ、四条さん、健闘5勝3敗というところですね。はい、ということで、優勝戦線はまた前回にちょっと似たような形になりましたけどね、富野浩二さんがね、有利な状態で、後半戦は進めていきそうなね、形になりましたね。まあ、その辺含めて、久々のね、優勝なるかどうかっていうところですね、お楽しみにしておいてください。それでは、さよなら。